9月27日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。この番組の直前まで、はい、日本放送は特別番組が組まれておりまして、はい、その中でゲストが須田慎一郎さん、そうですね、キャスターが森田浩二さんです。この番組のね、ニュースコーナーでも、はい、おなじみの、ね、はい、ニュースデスクの森田さんと、はい、うん、飯田君は、飯田くんはですね、日本武道館の前で取材をずっとレポートをしてましたね。ああ、ま、あの、最初の方でリポートしてたから、はいはい、あの、終盤だけ聞いてるとなかなかっていう。ということは、現在も飯田浩司アナウンサーは、武道館のすぐ。まだ、そうですね。ですか。思いますよ。私ね、はい、この日本武道館の界隈は、うん、結構土地勘があるんですよ。どうでですか？あの、日本武道館のある九段下っていうところありますよね。あの、靖国神社からずっとこう坂を下ってきた時、はいはい、靖国神社から坂を下ってくると右手に武道館ですよね、はい、うん、で実はその九段下っていうところから、神保町お茶の水にずっと続いていくんですよ、はい、うん、私ね、あの辺に住んでたことがあるんです。そうなんですか。はい、だからこの辺り、まあ、土地勘がよくわかるわけですよ。まあ、東京の、まあ、どっちかっちゅうと真ん中だから、山手線内を基準にすると真ん中より上、東、上西って感じですかね。上左って感じですか。左。だから地図って何をもって右とか左。私小学校の頃地図で右とか左とかって言うと先生にこっぴどく怒られて、東と西でしょ。言いなさいとね。地図って上下ひっくり返すと右左変わってしまいますから。そうですよ。まあ、上だけど私その辺の地図が頭の中全然入ってなくて、あの子供の時西武線沿線だったんで。まあ、あの山手線から西の方は割と詳しいんです。わかります。で、あの、はい、それから池袋の方に出てきて、それで池袋の方に出てきて、新宿が池袋を中心としてどっち側にあるかがまだ未だに頭の中で理解ができてないんですが。池袋を中心して新宿がどっちにあるか。はい、山手線上で左回りですか。左回り、反時計回りですよね。12時が池袋だとしたら、新宿はちょっと戻って10時ぐらいです。反時計回りにですよね、うんうん、でさらに回ると渋谷とかありますよね。 そうですね。それからぐーっと回ってくると品川、うん、そうですね、はい、さらに回ると東京、そう、有楽町とで、そのちょっと手前が有楽町、そうですね。だから、23区内、まあ、中心を皇居に置くと、皇居の南側にこの有楽町日本放送の局舎があるわけですよ。そうですね。で、私今日ですね、はい、さらにそこから南の方からですね、うん、やはり今日は国葬の日だから、はい、やっぱり世の中どういうあの動きなんだろうっていうんで、うんうん、ゆっくり歩いてですね、いろんなところを観察しながらここまで来て、はい、ほいで、有楽町日本放送の直前に、山手線のガードがありますよね、はいはい、山手線のガードくぐるまでは、うん、ほとんど何の変化もなかったんですが、山手線のガードくぐった瞬間に、うん、ふっと上見たらヘリコプターが旋回してて、あ、それで左側を見たらですね、はい、この近所にあのペニンシュラっていうすごく立派なホテルがありますよね、はい、あの要人がお泊まりになる、はい、まあ、あの私の知ってる一番ここのホテルに泊まっていたメジャーな人っていうと、うんうん、ビートルズの元メンバーが、うんうん、日本来日公演するときに、まあ、常宿になってるらしくて、っていうね、その時に、あ、はい、ここなんだっていう、っていうか、あの、出待ちの人垣の大きさとかで、はいはいはい、まあ、大体そういう時に、そのビートルズの元メンバー来た時に、どのぐらいの警備体制で人が来るかっていう感覚があるんですが、今日は驚きました、うん。それとはまた次元の違う。あ、そんなにいましたか。もう、じゃあ、タイミングによるのかもしれないけど。私が来るときはね、そうでもなかったんです。そうですか。私がね、うん、この日本放送に入ったときには、はい、やっぱりちょっと今まで見たことがないような。なるほど。はい、あの、黒いスーツの方に、はいはい、それから黒い立派な車が何台か止まってですね、はい、うん、
ここ多分なんか要人の方の警護対象になってるんだろうなっていうのがね、うん、よく分かりましたですけども、でも今日はこの南の方からずっと歩いてきて、山手線のガード下、まあ関西でいうと環状線って言うんだけど、あの山手線のガードの南側と北側と全く雰囲気違うんで、そんな感じになってました。すごい驚きました。ああそうなんだ。だからテレビ見てて、特に NHK なんか見てると、うん、荘厳な雰囲気で、このずっと国葬儀、はい、日本放送は国葬儀っていうんですか？国葬儀です、ね。国葬儀なんだ、はい。日本放送の用語としては、はい。新聞各紙は国葬っていう言い方してるところが圧倒的に多いですよね。だからまあ政府は国葬儀って言ってんだね、今回ね。だからまあ政府の発表に習って国葬儀って言うんでしょうけど、まあNHK のニュースなんかで、このセレモニー、この民放もですね、セレモニーをずーっと映してる曲もあれば、うんうん、セレモニー全然関係なしでスタジオに降りてきて違う話してるところもあるし、まあまちまちですよね。曲によって作り方も様々だなっていう、はいはい、うん、まあこれがね、国葬儀というものなんだと思いますよ、うんうん、これが国葬っていうものならば、多分閣議決定その他で、はい、国民に弔意を求めて、うん、学校休みになって、会社も休みになって、っていうようなことになるんだろうと思いますけれども、そこが国葬じゃなくて国葬儀であるがゆえにですね、いろんなところの対応どうしたらいいのって結構ね、悩んじゃってる人多いのかなっていうのが、まあ今日は街の中ずっと歩いてきた素朴な印象ですね。で、この後、その九段下の、武道館の入り口近くに、井田君がずっと、そうなんですよ。スタンバイしてますんで、後ほどね、ちょっと状況などを聞いてみようと思ってます。このまま喋り続けると、飯田君の喋りしろがなくなってしまいますんで。そうですね。今日はね、ちょっと、なるべくトントンと言った方がいいと思います。え？なんか言いたいですか？なんか言いたいことあった。しまった。いや、これ言うつもりなかったんだけどな。後日談。後日談？はい。はい。後日談。ちょっとマナーの観点から全容はお話できません。はい。だけど、ちょっとした後日談エピソードがあります。お、昨日この番組の中で、某局、某朝の、モーニング番組をですね、はい、ボロカス言って、こら、バードみたいなことを。はいはいはい。まあ、冗談、愛情を込めて半分ね。うん、昨日、お家に帰ったら、うん、はいはい、マジメールが入ってました。あ、そのご本人から。バードから。あ、そうだったんですか。それで、いや、だけど、そこに書いてある文言を、はい、まあ、普段の私のノリなら全部紹介するじゃないですか。はいはいはい、だけど、うん、いや、これあくまでも、プライベートの指針で、あくまでも別に番組スタッフからの文言じゃないし、番組プロデューサーからのメールでもないし、うんうん、単に、昔馴染みのお友達のバード君からのプライベートのメールだから、うん、だから別に番組を代表してるわけじゃないので、はい、でそこで、バード君が書いてることを紹介してしまうと、うん、バード君に迷惑がかかるかもしれないっていう思いがあるわけですよ。はいはいはい、ニュアンス分かっていただけます？だからもうここでバード君の、メールの内容を公表することはいたしませんが、はい、まあ、文面を読む限り、うん、正直な私の印象としては、うん、やっぱりバードって好感度高いわっていう。あ、それが結論ですか。あ、それが結論です。はい、はい、はい。もういいです。じゃあ、はい、イメージ通りでよかったです。さあ、では、株と為替の値動きをお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価は、4営業日ぶりに反発しました。昨日と比べて140円32銭高い 26,571 円87銭で取引を終えました。昨日までの3営業日で1200円以上下落した反動で買い注文が優勢になりました。ただ FRB アメリカ連邦準備制度理事会による金融引き締めを受けた景気後退懸念も強く、上げ幅は限定的なものとなりました。為替相場は現在1ドル144円45銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。国葬儀会場日本武道館の前にいる飯田アナウンサーともつないで状況を伺います。そして4時台は今日安倍晋三元総理大臣国葬儀というニュースにつきまして、さらに政治ジャーナリストの田崎史郎さんに伺います。スタジオ生出演になります。え？
田崎史郎さん、スタジオ生出演でここにいらっしゃるの？招待状ね、そう、もらってらっしゃるはずなんですけど。だって、国葬儀参列してたら、はい、あれ、なんか国葬儀の招待状にはですね、はい、私は見てませんけど、うん、私は情報を手にしただけですが、私は直接見てないんですが、はい、招待状を受け取った人の話によると、うん、最大5時間ぐらいは、そうなんですね、時間がかかるかもしれないので、でね、それはもう承知してっていうような文言があったというふうに聞いてますが、はい、戸崎さん、間に合いくないじゃん、その時間にスタジオ。そのあたりもちょっとお聞きになってください。いらっしゃるんですから、ここに。マジっすか？そうなんですよ。え？本当？ 4 時台、本当に。偽物じゃないです、来ない方に篠沢教授に宣伝来なかったらだってね、辛坊さんがご苦労するだけですからはってでも来てもらわないとそうそう、どんな手があるかな、ねえ、ちょっとヘリコプター移動そんなそれほど遠くないですけどね、だって着陸するとこないじゃん、そうですよ、はい、わかりました、ちょっと楽しみにしていてください。で、5時台はイタリアで極右政党が第一党に揺れる EU の今というニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もリスナーのあなたがね、聞きたいリクエストソングお待ちしております。やるんですか？やりますよ。ズームミュージックリクエスト。ズームミュージックリクエスト。はい、家に帰ったら、バードからメールが来ていた時に聞きたい曲。家に帰ったらバードからメールが来ていた時に聞きたい曲。バードといってもキャリーパーカーではありません。鳥でもないです。鳥でもないです。鳥メール送らないっしょ。そうですね。はい、これは苦労されると思いますが、一応選曲の理由も書いてね、zoom@1242.com でお待ちしております。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。今日安倍晋三元総理大臣の国葬儀が東京都千代田区の日本武道館で行われています。200を超える国と地域などからおよそ700人、国内からおよそ3600人、合わせて4300人が参列しました。このニュースに関しましては、後ほど飯田アナウンサーとつないで会場周辺の模様もお伝えします。昨日、岸田総理大臣と来日したアメリカのハリス副大統領との会談が行われました。自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携していく方針を確認しました。林芳正外務大臣は今日午前、ロシア外務省が昨日在ウラジオストク日本総領事館の領事を一時拘束し出国するよう通告したことについて、領事が違法な活動を行ったという事実は全くないとした上で、信じがたい行為であり強く抗議すると述べました。台風の影響で静岡市では大規模な断水が続いています。解消まで1週間程度かかるとみられ、自衛隊も給水活動を始めています。静岡市清水区では川の取水口に流木が詰まり、およそ6万3000戸で断水が続き、市が復旧作業を急いでいます。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、東京地検特捜部は大会組織委員会理事だった高橋治之容疑者が大手広告会社大広側から賄賂を受け取っていた疑いが強まったとして再逮捕する方針を固めました。東京都北区の特別養護老人ホーム浮間子羊園で入所者の山野辺陽子さんが殺害された事件で、介護職員菊池隆容疑者が殺人容疑で逮捕されたのを受け、園や運営法人が昨日記者会見し、家族や関係者に深くお詫びすると謝罪しました。千葉県松戸市で自宅を出たまま行方不明になっている小学1年の南朝芽さんの家族は昨日、ママは待っているよ、叱ったりしないから早く帰ってきてとのメッセージを出しました。
23日に行方が分からなくなってから県警はおよそ120人体制で捜索を続けています。警視庁月島署は昨日東京都中央区のマンションの駐車場で電動キックボードを運転していた会社役員の男性が転倒し死亡する事故があったと発表しました。警視庁によりますと電動ボードが絡む事故での死者は全国初となります。さあ、ズームフラッシュお送りいたしましたが、まずはここで、国葬儀の会場の日本武道館の前にいる飯田浩司アナウンサーとつなぎます。飯田くん、はい、ご苦労様です。今どこ、はい、会場となります日本武道館の前に、おります。そこは一般の人が自由に出入りできる場所なの？いえいえ、ここはですね、もう北の丸公園一帯が完全に報道、ごめんなさい、警察によってですね規制線になっていて、この中には許可された人しか入ってこれないという形になっていて、私はそこの報道各社が入りレポートをするというエリアにおります。なるほど。そこの出入りは要するに、まあ、報道各社しかできないっていうエリアなんですね。そうですね、はい、あと今目の前の道路は各要人の方々を乗せた車が次々と出ていく、あるいは迎えに来るということをやっていると。なるほど、はい、武道館の中っていうのは飯田君入れるの？私はですね、今入れません。中には入れません。それは入れる記者と入れない記者と要するに分けてるってこと？そうです。で、はい、中に入る記者は中でのレポートはできないと、外からレポートをするということで、まあ、あとは代表のですね、カメラの映像などをこう参照しながらという形になっております。うん、ということは取材のために武道館の中に入ってる記者さんっていうのは、はい、どのタイミングで出てきてリポートされるわけですんで、まあ、中に入ると動けないというのもあるということなので、まあ、基本的にはペンの記者さんが中心になるという形ですね。まあ、要するにリアルタイムで伝える必要がないということですね。原稿をまとめて後で、はい、まあ、新聞紙面等に掲載するために、はい、武道館の中で取材をしていると。はい、で警備上の事情等々もありますんで、これ参列者の方々に直接声をかけてお話を伺う等々というのは、遠慮してほしいというふうになっておりますんで、うん、まあ、様子をリポートするという形ですね。はは、はい、あ、そういうことになってるんだ。はい、飯田君のいるポジションからはどういう取材ができるわけですか？ですんで、まあ、武道館の外の様子、この要人の方々の出入りであるとか、あるいはこの周りのですね、天候等々であるとかを中心とした、あるいは事前の取材のネタをしゃべると。なるほど、はい、なるほど、なるほど。どうですか、その要人の皆さんの出入りの様子中でも。そうですね、まあ、今海外からの要人の方々の献花が続いているということです。献花された方々から、順にいい迎えの車に乗って、この北の丸公園を出ていくという形になっております。先ほどは IOC のバッハ会長が献花をしたということであります。ちょっと前にですね、テリザ・メイ、イギリス元首相などが、あるいはオーストラリアのアルバジーニ現首相、アボット元首相などが献花をされたと。まあ、中国の代表やあるいは台湾の、からの代表の方々も献花をし終えたというようなところの情報が入っております。でこの後なんですけれども、はいはい、駐日大使、駐日国際機関代表等の皆様からの献花、さらには、松野葬儀副委員長、各党代表、衆院参院の副議長、各国務大臣、最高裁判事などなどという、まあ、列席の方々の献花が続いていくということであります。そういう VIP の皆さんというのは、はい、献花のタイミングで、入られて献花が終わると出てらっしゃるっていう段取りなのかしら？参列者の方々はですね、今日11時からすでに受付が始まっておりまして、はいはい、で各国の代表者の方々も、まあ開式の1時間から1時間半前ぐらいにはもう会場に入られている方が大半でありました。なるほど、はい、基本的にはずっと入ってらっしゃるっていう。そうですね、ですので早い方だと 3,4 時間お待ちになってから献花なさると
いうような形になっておりますね。あ、そこはあれですか、はい、それ以外の、はい、まあ、いわゆるその、VIP というのが特別な方じゃなくて、一般参列者、つまり、まあ、一般中でも、招待状のある人で、っていう皆さんっていうのは、同じ入り口なんですか、それ。同じ入り口で11時から受付が始まりという形です。献花に関しては、まあ、この各国の代表団の方々などなどが終わった後とこういう形になります。あ、なるほど、はい、その、今新聞等に書いてある4000何百人の皆さんとは別に、うんうん、はい、一般の参列者の方いらっしゃいますよね。まあ、本当に純粋の一般の参列者の方、はい、一般の方々の献花台はこの北の丸公園の少し外、靖国通りのあたりの九段坂公園に設けられておりまして、それはあの飯田君のいるところからどのくらい離れているところですか。私のいるところからだと、まあ、そうですね、2、300メートルというようなところなんですが、ちょっと建物が、あるいはあの森があって直接様子を伺うことはできないんですけれども、まあ、あの現場で取材している記者であるとか、あるいはツイッターなどの写真を見るとですね、今列が四ツ谷見附まで伸びているということを先ほど小永井アナウンサーが報告してくれましたけれども、その時間がないんでよくわかんないんですけど、四谷見附までっていうと何キロぐらいになるんですか。はい、こっから直線距離だと2キロなんですが、これ一旦ですね、南の方に下って、はい、三宅坂の交差点まで伸びた行列が折り返してきて北に登って、でさらに半蔵門駅とか麹町駅とか、だから昔の日テレのあたりを通過してですね、で四ツ谷まで伸びてると。いうことで、まあ、4キロほどになるんじゃないかと、まあ、その献花をするまでの時間ってどのくらいなんですかね、一般の方が。3時間から4時間ほどと。で、先ほど政府関係者にこれどうするんですかということをですね、ちょっと内々に聞いてみたんですが、16時までに並ばれた方に関しては献花をお受けしますよということ。時間制限があるんですか。一応16時というふうに時間は前々から提示はしてあったと。16時ということはあと6分ぐらいですね。はい、あ、そうなんだ。ということは今から行って並ばれてもっていうことはもう不可能だということですね。そうですね、で先ほど情報では、永田町にあります自民党本部で、3時からこの後6時まで献花受け付けるというようなことも、ありました。自民党本部ですか。自民党本部、はい、永田町のですね。はいはい、あ、なるほど、場所を変えてということなんですね。まあ、場所を変えてと言いますか、ですんでこう主催等々も変わるのかなという感じにはなるかもしれませんが。なるほど。さて、はい、今日その、まあ、参列の模様、まあ、葬儀の模様を、はい、取材してどうですか。そうですね、まあ、これ今回のですね、この参列者の方々には式次第の書いたしおりが配られるんですが、はい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 、その中にはさまざまな写真がもう載っておりました、でこれ中で作った人の一人に話を聞いたんですけれども、まあ、写真もそうだけど自分としてこう思い入れがあるのはですね、数字で見る安倍政権と、例えば2600時間を超える国会出席だったりとか、首脳会談1186回行ったんだとか、そういったところ、まあ、総理自身は在職日数ではなく何を成したかなんだということは常々おっしゃっていたそうなんですけれども、うん、あ、その話ね、飯田君、はい、今日夕刊フジに書いてるでしょそれ、いや、後で紹介するわ、夕刊フジのコーナーで。お時間も来たんで後ほどご紹介しておきますね。はい、ありがとうございました。はい、飯田浩司アナウンサーでした。9月27日火曜日、時刻は午後4時3分を回って、まもなく4分になろうとしています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ご意見なんですが、これ、はい、献花に並ばれている方ですかね。文京区の49歳男性のラジオシティさん、12時40分に半蔵門駅前から並び、まだ並んでいますと。これ3時26分ごろ到着のメールなんですが、3時26分ですか。だから、先ほどの飯田君のリポートだと4時までということなので、うんうん、3時26分。まだね、全然順番が来ない。多くの方が辛そうな表情で。40分からだから3時間プラスすると15時40分。そうそう、近くだから3時間近く並んでいる。ギリギリだから多分16時で間に合ったんでしょうね。うん、
で、多くの方が辛そうな表情で並んでいます。ずっと立ったままの3時間はさすがにお年寄りには厳しいかもしれません。別の列があるといいのかなと思いましたと。今日なんかまだね、あの気候がやっぱり真夏と違うんで、まあ、比較的、ね、あの過ごしやすい時期になってますから、まあこれが真夏なら大変なことになってるですけど、やっぱりあのお年めした方3時間の立ちって結構私でも疲れちゃうと思う。まあ差は去りながらじゃあどうするかってね、まあ、ね、そうね、あの全く違う話ですけども、はいはいはい、私も最近ですね、いろいろ考えて、腰掛けられる杖っていうのをですね今ネットで今絶賛探し中で、腰掛けられる杖、はい、腰掛けられる杖というのをあのいくつも見つけました。で、意外なことにあの今アマゾン等で検索してもですね、はい、うん、ちゃんとしたやつはそれなりにいい値段するんですよ。いや、腰掛けられるんですからね。いやだから安もまね1000円ぐらいであるんですけどこれ座ってひっくり返ったらしょうがねえなとか、うん、あのいうことで、それで柄の部分がこうお尻を支える感じになってるってこと、いろんなシステムがあるんですよ今。ということで、私第1弾はもうすでに買ってしまいまして、ね、今日私の後ろに釣ってありますけれどもいやいや、はい、杖になる傘と言いますそう、自慢げにね持ち歩いてますね、転ばぬ先の杖やっぱりね、あの一定年齢になったらですね、はいはい、見栄を張らずに杖ぐらいついておいた方がいいですよ。まあ、杖は便利ですよ本当に。そうですか、はい、何かの暴漢に襲われそうになった時武器になりますね戦うんですか戦う。それとね、自分の歩くスピードが分かるのというのは、まあ、ここへ来る時って往路っていうやつは元気じゃないですか、はい、だから大体ね、杖つくっちゅうても、はい、3歩か4歩に1回ぐらいつくかなっていう、タッ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 ドン、タッ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 ドンぐらい、それなんかなくたっていいんですよ、うん、ところがね、うん、帰りは疲れてるんだと思いますね帰りは普通に一歩一歩杖ついてね、本当ですか、やっぱり帰りもうこの番組やるとヘトヘトに疲れるんだわってまあまあ一生懸命働かれてるっていう証拠ですよ、辛坊さん。ありがとうございます、はい、応援してますね。誰が応援してますってどういうことですかそれさ、まだまだねご意見お待ちしておりますので、辛坊さんへの応援メッセージでも結構です。 zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、家に帰ったらバードからメールが来ていた時に聞きたい曲です。まあ、バードは羽鳥さん限定っていうことでいいですか。いやいやいや、別に羽鳥じゃなくて大丈夫です。じゃなくても大丈夫ですか。でもチャーリーパーカーの曲はリクエストされてもですね、うん、なかなか歌詞のない曲はあの書けづらいですから、はい、チャーリーパーカー以外でということで、はい、はい、頭をひねってぜひお寄せください。こちらもチャーリーパーカーっていうのはバードと呼ばれた有名なサクソフォンのジャズの奏者がいるんですけど、うん、はい、まあ、もう亡くなられてますけどね、はいはい、じゃあその方は なしで、はい、チャーリーパーカーなしで、ね、はい、zoom@1242.com でお待ちしております。さあ、この後は今日のこの安倍元総理大臣の国葬儀につきまして、田崎史郎さんに伺います。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。今日安倍晋三元総理大臣国葬儀。安倍晋三元総理大臣の国葬儀が今日午後2時から東京日本武道館で行われています。国葬は1967年の吉田茂氏以来55年ぶりで、戦後2人目です。一般向けの献花台も会場近くの九段坂公園に設置され、献花に並ぶ長蛇の列ができています。さあ、今日はこのニュースにつきまして、政治ジャーナリストの田崎史郎さん、スタジオにご登場です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご苦労様です。あれ、はい、田崎さん、はい、どうやって来たんですか。いや、僕は ご案内状はいただいたんですけれども、ええ、それであの欠席っていうことにして。あ、欠席されたんですか。はい、そうです。で、田崎さんに案内状が来たって言うからですね、私もあのリスナーサービスで、いや俺のとこ来てないって言ったら大騒ぎになってですね。そうそう、田崎さんのせいだよ、考えてみたら。いやいや、それ僕のせいするのか、寝てる しないでもらいたいんだけどもいや、僕はね、8月中旬にあの安倍事務所の方から、ええ、あのご案内状について相談を受けて、はい、あのどうぞ送ってくださいと、ええ、ただ仕事が入った時はあの出席できない、ようになると思いますと申し上げて、
で実際にあの今日のお仕事をいただいたんで、えこの仕事があったからですか。まあ昼帯もあったんですけれども、あのそれでそっちうちだけだと申し訳ない。それはそうです。それはあの行動に対する対価が見合わなさすぎますよね。いやそんなことないですよ。すいませんどうも本当に。いやだからまあそのあたりのあの心の中の事情に関しては、はい、もう別に特にここで聞くつもりもありませんし。はい。はい、あのご本人が喋る範囲の中で喋っていただいたら十分なんで、もう喋りました。あ、以上終わりですか。以上終わりです。以上終わりですか。はい、そうですね。わかりました。それについてはそれ以上あの聞きません。はい、はい、ということで、まだ行われてないですね。4時までですよね。確かスケジュール的には今 NHK をかけてみたところもう NHK はスタジオの映像に変わってますから。喧嘩は続いていると。検討が続いているということなので、で今リスナーさんにもあの情報をいただいて12時から並んでた方が3時半ぐらいの段階でまだあの検討できていないということなんで、うんうん、どうやら自民党本部に午後3時から6時、これあのさっき飯田君のリポートの中にもありましたけれども、はいはい、臨時で検討台が作られるということで、多分まあどうなんですか、並んでらっしゃる方はもう最後まであの武道館で喧嘩ということになるんですかね。武道館というか多分そうしないとあの並んでる方に申し訳ないんじゃないですかね。並んでる人途中からじゃここから先は自民党本部に誘導しますはないですよね。それは常識的にはね、はい、いうことで、さて、戸崎さん、はい、何を聞いたらいいでしょう。何を聞いたらいい、僕もあの聞かれるままに答えてるだけなんでいや私もね、何を聞いたものかっていうのがですね、はい、なかなか難しいなっていう思いがあって、だから田崎さんの喋りたいことを喋れる範囲で喋っていただければいいよなっていう、うん、いや僕は朝と昼と今日仕事して、朝はあのバードさんとご一緒、ああ、はいはい、ハトリですか、はい、あのハトリですか、はい、まあいいや、で昨日もあの辛坊さんがお怒りになられてた、あの、辛坊さんの発言を紹介したときにね、私もスタジオにいて。いたんですか、山口真由さんと一緒に。そうです。あ、そうですか。僕はほとんど発言しなくて。だから僕全く関わってませんので。まあまあまあ。あ、そうですか。はい。はい、ほんで、だからそういう争いごとには僕関わらないようにしてるんで一つよろしくお願いし、巻き込まないように。そうですね、はい、いや戸崎さん巻き込むあの、はい、気は毛頭ありません。だけど、なかなかねこれ難しいんですよ。つまりあの、ま、ぶっちゃけ言いますよ、はい、ぶっちゃけ言いますけど、昔から有力者のお葬式にまつわる、一般的な言い方っていうのがあるわけですよ、はい、ね、一般的にはそのどのぐらいやっぱりご生前に徳があったかとか、うん、お世話になった人がいるかというのが一つ葬式というものの、まあ、あの参列者を決めるっていう言い方が当然、うん、みんなそう思ってるわけだけれども、うん、実のところ有力者の葬儀というのは有力者の奥様が亡くなった時の葬儀というのはものすごくたくさん参列者がいらっしゃるけれども、その有力者本人が亡くなった時ってあの全然いないって、どういうことかというと、葬儀というのは一つ主催する人のいやあの徳であるとか、格であるとか、だから今回で言うとあの参列者のメンバーのを最終的に決定づけるのは岸田総理のいや核であるとか、日本の占めている国際的な現状の力であるとか、うん、そういうのにものすごく大きく作用されるだろうなって気がするんですよ、はい、だからあのこれやっぱりあの国葬にするって判断は岸田さんなんですよ、やっぱり、まあ進言したと言ってる人もいますけれども、それはやっぱり最終的に岸田さんの判断で、うん、岸田さんがなぜ国葬って判断したかというあの理由を、まあ、いろいろ取材してみると、やっぱり一番岸田さんがあの重要視したのは凶弾に倒れた、はい、参院選、民主主義の基盤づくりを行っているその最中に、凶弾に倒れた、あれをあの許してはいけない、国としても認められない、だから国葬なんだっていう発想なんですね。で他にあの、通算8年8ヶ月総理やられたとか、
海外での評価が高いとか、あるいは業績があったなんておっしゃるもんで、そこでまた火種を作っちゃうんですね。そうですね。その判断基準だと、まあ、日本では、現職時代の評判の悪さと、その後の辿った道筋との乖離が、特に私なんか、青春時代、うん、佐藤栄作総理大臣で、はい、私は生まれて物心ついた時から、ほとんど佐藤栄作総理なんですよ。うん、まあ、だから安倍さんの前の歴代最長の総理大臣。はい、で、なおかつ、後にノーベル平和賞を受賞されるんですよ、この方は。はいはい、だけど、でも現役時代にどのぐらいマスコミの評判が悪かったかっていうのも、はい、まあ、肌で感じてて、うん、もう極めつけばですね、退任される時の、あの記者会見で、うん、新聞記者に出てけって言ってですね、記者が一人もいない中で NHK のカメラに向かって退任挨拶をするっていうのは、はい、あれもう現役でした。いや、僕は違います。僕が生まれる前とは言いませんけれども、生まれる前じゃないですよ、私だったら覚えてるぐらいだからあの記者を始める前です、うん、あ、そうですか。学生時代か、あるその前かですね。まあ、だから現役時代の日本の総理って基本的にマスコミからそういう扱いをされるんですよ、はい、まあ、一般論としてね、だけども後にノーベル平和賞で、このノーベル平和賞に関して言うと、日本国内では、まあ、当然のことながら、あの手のひら返したように褒めるわけにはいかないっていうのがあって、そんなに国内で評価が高かったかっていうと、もうまさに旧法編のうちのいろんな文脈の中で語られるわけだけれども、だけど、まあ、国際的なあの評価で言うと、ノーベル平和賞なんですよ、うん、はい、で佐藤、その佐藤栄作さんっていうのは、佐藤栄作さんが戦後の唯一の、今回の事例の前の唯一の、あのサンフランシスコ講和条約の、はい、吉田さんの国葬をやってるわけですよ。そうですね。だからご本人の佐藤栄作さんの気持ちとしては、うん、当然ノーベル平和賞を取った自分は国葬になるじゃないかと思ってたんじゃないのかな。どうなんですかね。いや、そう、ちょっと僕はそこは分かんないですね。いや、分かんないですね。それは分かんないですね。はい、ええ、確かにそれは憶測でものを言うような話ではないですが、そうすると考えたときに、だからそこで先ほどの、解説、田崎さんの解説ですけども、今回、だからやっぱ教団に倒れたっていうところの説明にプラスアルファした説明のところがあまり、いや、対、まあ、世論的というのか、対国会内でというのか、はい、要するに説得力が乏しかったということですね、平たく言うと。うん、だから4つも並べたんで、なんか薄まってしまって、おそらくね、その教団に倒れたことで、その一点で押していけば、まだそんなに批判されなかったんじゃないかと思うんですよ。はい、もちろん、野党に対する説明がなかった、国会に対する説明がなかった、これは非難されてしかるべきなんですけれども、これは官邸の責任であると同時に、自民党の責任でもあるんですよね。自民党国対の責任でも、はい、それは野党から国会でちゃんと説明しなさいって言われてるのに、それをちょっと自民党の国対が無視したって経緯もあるんです。だからそれはやっぱりこの政権のある種のこう野党対策の弱さ、野党の声を聞かない弱さが出たんだろうなと思いますね。というか、私なんかの見るところ、ええ、なんか世論調査の出方がですね、まあ多分当初岸田さんが思っていたのとだいぶ違うような出方になってきて、はい、なんか、後ろ向いて走り出しちゃったようなんです、うん、自分で決めたのに責任最後まで取れよっていう、なんかそんな印象があるんですけど、で岸田さんはね、僕の見立てでは8月下旬から積極的になんか説明しようとされて、閉会中審査を求めたいとか、そういうこと言われるんですけども、はいはい、その前の8月20日21日の毎日新聞の調査で、初めて不支持が支持を上回ったんですね。それでね、岸田さんはショックを受けて焦ったんじゃないかと思うんです。だからそこから動き始めて、でも動けば動くほど、それが裏目に出ていく。後手っていうよりも、打った手が外れていくって感じでしたね。
その岸田政権の支持率、内閣支持率が、はい、まあ、毎日新聞の、毎日新聞だけちょっと突出して低く出てるんですけども、そうですね。はい、それでもまあ、支持が 29%。そうです。はい、それで、同時に行われた毎日新聞の、これもまた、まあ、突出して低いというほどでもないですが、自民党支持も低くて 23% ぐらいだったかな、はい、で、合計するとですね、自民党支持 23%、内閣支持率 29%、合計すると 52% か、はい。なんかそんなぐらいの数字になってしまうと。これ、青木の法則っていうのがですね、これもよく言われる話ですけども、はい、自民党のかつてドンと言われ、参院のドンと言われた青木さんがですね、はい、まあ内閣支持率と自民党支持率を足して 50% を切ると内閣が危険水準だとかっていう話があって、まあ毎日新聞の数字自体がですね、他の新聞に比べて突出して低いんで、これを基準にものを喋るのはどうかという気がする一方で、岸田内閣どうなるのっていう気は素朴にするんですが、これ岸田政権が倒れる状況では多分ないと思うんです、で自民党内から退陣論が出てるとか、はい、あるいは岸田さんが弱気になってるってことじゃないんですね、しかしやっぱり支持率がこのままの状態が続けば再来年の自民党総裁選に向けてこれ岸田さんでいいんだろうかと、他の人も立てようかという動きになってくるんで、なるべく早く支持率を上げた方がいいんです、これは。で、上げる、でも、旧統一教会の問題で何かやろうとすると、これ実際自民党側から見ると解決策がないんですよ、これ。何かやっても、すぐ、こんな問題ありました、これ隠してたんでしょって、新たな問題が出てくるパターンなんですよ。で、信教の自由、宗教団体と議員との関係っていうと、やっぱり信教の自由が関わってくるので、はい、自己申告でしか調べられないんですよ。自民党が調査するってわけにもいかないっていうのが自民党の判断なんです。で、そうすると、自己申告でやらせたら、それは漏れが出てくる、はい、私信者でしたみたいな人が出てくる可能性も十二分にあるわけですね。だからそこで勝負するよりも政権としてやらなきゃいけないことを、景気対策、あるいは防衛費の増額の問題、そういうことをきちんと一つ一つやっていこうっていうのが今の岸田さんの判断ですよね。そもそも歴代政権の時とちょっと違うのは、次誰かと言われた時に誰も思いつかないんですけど、誰かいるんですか？それは自分で次だと思ってる人はいますよ。はあ、はい、でもその人方が党内衆目一致したポスト岸田になってるかというと、ちょっとそれは微妙ですね。具体的に何人か名前って挙げられるもんですか？僕ね、あんまりネットニュースになりたいと思わないと思うんですね。ここでね、名前あげたら、あげられなかった人から、またなんかって言われるし、で、この放送、結構ネットニュースになりやすいじゃないですか、辛坊さんの話で。そうですね。だから、それ載せられるとね、僕、今日はものすごく用事して回避してるんです。だから、最初にね、うん、だから、まあ、内心のことは聞かないって言ったのは、うん、まあ、今日ね、参列されなかったんですね、うん、参列されなかった理由は、仕事が入ったら参列できませんよと、安倍事務所に言っていたから、うん、で、番組が2つ入ったのでって、ね、うん、それだけでは決してないはずなんですよ、うん、つまり何か大きな理由が他にあったはずだと思うんだけど、何もないですよ、それ本当に本当に何もない。どうしますか？なんか表情疑り深いですね、それ。そんなことないですよ。そんなことないです。ラジオ聞いてらっしゃる方には見えないでしょうけど、あれは僕を疑ってる目ですね。いや、言いがかりだそれ。いや、いいんです。なかなかね、今回難しいなと思ったのは、はい、国葬に、まあ、要するに機械的に招待される人いますよね、はい、国会議員、過去国会議員経験者、はい、都道府県知事、はい、それから、まあ、経済団体のトップ、はい、等とこうありますよね。でそれ以外の曖昧模糊としたところに関しては、はい、多分日本の国家権力との距離感っていうのを、うん、ある意味如実に表すバロメーターだったりするわけですよ、うん、そうするとそれは人によってはポジティブなところもあるし、はい、ネガティブと受け止めるところも
当然あるわけですね。でまず国家権力との距離というのが一つバロメーターとして見えてくる。じゃあその国家権力との距離が見えたときにどう判断するんだという判断を迫られる。だから純粋に個人を痛むとかなんとかっていうのとは別の、それ力関係という言葉は適切ではないな。だから意識の中の、決定する、こう、葛藤みたいなものが生じる、随分、酷なことをいろんな人に強いる、はい、イベントだなっていう気はするんですよ。あ、そういう面はそう感じる人もいるでしょうね、中には。だから純粋に素朴にっていう、本来はそうあるべきですよね。でこれね、やっぱり苦しかったと思われるのは、報道機関ですよ。だから新聞社テレビ局に案内状を3枚ずつ出したって言われてるんですよね。3枚って決まってるんですか？各社に。各社3枚。で、そこで、どの会社が社長を出たってことか、そうじゃないし。ああ、そういえばなんか、ネットニュースになってましたけど、日テレは社長以下3人出るみたいなのがニュースになってましたね。だからそういう具合にすると、各社ごとに判断迫られるわけですよ。はい。で、そういう意味では、先ほど、辛坊さんがおっしゃったことが、メディアに対しては当てはまりますよね。やっぱこの政権、あるいは安倍さんと、どう距離感保つのかというのがね、やっぱり出席するあるいは誰が出席するかで問われちゃうから。それで言うと私はちょっと腹に据えかねてることがあってですね、はい、安倍さんの現役時代ですけれども、例の桜を見る会の騒動、はい、大騒動がありましたよね、はい、大騒動になってからみんな口つぐんじゃってますけど、私の知る限り、その大騒ぎしているマスメディアのトップは毎年普通に行ってましたよ、あれ。そういう会社もありましたね。何なんだよこれっていうのが正直なところでしたな、あれ。だから本当考えもんですよ。そのトップどころか報道局長レベルでも毎年行って自慢げに写真撮ってた人いますよね、あれ。いますね。あれ、僕の記憶ではね、官邸クラブのキャップ、サブキャップぐらいまで来ました。基本は招待があるんですよね。それ。で、僕は、行ったことないんですけれども、いただいたことはありますね。いや、だからね、そこがね、僕は田崎さん偉いなと思うのは、田崎さんやっぱり権力との距離の測り方がね、実にやっぱり職業倫理に基づいててしっかりしてる、この人は。っていう私はね、すごい印象があるんです。いやー。そんなことないですよ。だけどそれも口にしないんだ。いいや、もう今日大事な国葬の話いいんですか、これ。もっとしなきゃいけない。あと30分ありますから。あ、そうですか。いてくださるならばね。あれ、もしかしてそろそろ。そうですよ。嘘。ちょっとなんかこう、あ、ないですか、一言質問最後に。これに懲りずまたお願いします。ね、これから大変なのは来週から国会が始まって、はい、そこではね、やっぱり山際経済再生担当大臣の問題なんかはまた出てきて、あれ統一教会で最初の申告の時に言ってなかったって、で後でバレたって話ですね。後出しただけだって、はい、あれ細田衆院議長の問題とか出てくるんで。細田さんは何やらかしたんですか。やっぱり正直に話してないっていう、自民党の調査対象になりませんでしたでしょ。ああ、自民党の所属から離れてるから。なるほどね。はい。で、自分はどういう関係だったかっていうのは全く言ってないんですよ。でもいろんなどうも関係あるらしいってことは言われていて、はい、だからそこはその2人は結構責められる、来週以降。だから国葬の問題のもきちんと論理立てた説明を求められるんですけれども、政治的にはそっちの方が大きくなってくるような感じです。まあ、私はそんなことはちゃんとけじめをつけた上で、やっぱり経済今大変なことになってますから、はい、なんとかしないと物価高、円安、はい、これなかなか出口は難しいんだけれども、はい、方法がないわけじゃないんで ね、 そ、 うですね。そのあたりにやっぱりちょっと力点を置いてしっかり政治をやってくれと。ちょっと物価高についてはね、多分何か新しい対策を打ち出すような感じ。ちょっと言いに行ってください。わかりました。権力との関係がしっかりしてるから、そういうことはなかなか言いに行かない、ね。総理大臣のスピーチライターをやるようなマスコミ人もかつてはいっぱいいたからね。へね、そういう方もいたかもわかりませんね。
じゃあまたあの新しい情報が入りましたらぜひこの番組でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。田崎史郎さんでした。9月27日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題難しかったと思いますよ。家に帰ったらバードからメールが来ていた時に聞きたい曲ですからね。すでにあの、はい、スポニッシさんが、うん、あのネットニュースにしてくれたみたいで、ね、オープニングのトークのあたりですかね。本当にご苦労様です。ありがとうございます、ではまず千葉県58歳のヒロさんからですね。今日の大喜利リクエストは大喜利、いつの間に大喜利リクエストって名前になったんですかね。大喜利みたいなもんですからね。 ありがとうございます、はい、生き物係でブルーバードお願いします。あ、なるほど、バードだからね。そう、辛坊さんの容赦ない爪、バード君はかなりブルーになったと思いますよ。ブルーバード、ブルーバード、はい、昔そういう車ありましたね。ありましたね。日産ブルーバード、もうないですかね。どうなんだろう。トヨタカローラはまだあるか。あると思います。カローラシリーズ、はい、ブルーバード、どうでもいいですね。はい、すみません。足立区の楽太郎さん、50歳の方も、あ、この方も、今日のお題、家に帰ったらバードからメールが来ていた時の曲は今井美樹さんでブルーバードをリクエストします。同じ曲なのそれ。いや、曲は違うと思いますけど、同じタイトルなんですか。タイトルが一緒ってことですね。青い鳥ね、あ、チルチルとミチルでしたっけ。そうチルチルミチル、青い鳥、はい、この方は、安倍総理の国葬ということでデジタル喧嘩をさせていただきましたと。はい、今井美樹さんのブルーバードの歌詞に溢れ出しそうな涙を隠してそれでも夜明けを探しているというのは安倍元総理や辛坊さんの本当の真意を理解している、青い鳥はきっとそばにいるということでリクエストしますと。ちゃんと日産ブルーバードは2001年まで発売してさそうです。今はもう発売していないと、まあ、もうないですね、まあ、はい。それから練馬区の固定金利さん、54歳男性の方。そうですね、金利の先高感がいろんなところで出てきてますからね、住宅ローンを借りるときに安い変動金利にするか固定、ちょっと高くても固定金利にするか、はい、悩みどこではあります、はい、この方固定金利さんね。田原俊彦さんの It's Bad をリクエストします。なんでバッド、雨の日はバッド、風の日バッド、バード、バード。なるほど、はい、はい、で墨田区の六さんさんはですね、バードさんも放送で辛坊さんにこき下ろされ多分泣いたでしょう。ナイトルバード、ナイトーバード、ナイトバード、ナイトバーズということで、シャカタクとナイトバーズ。なんか懐かしいでしょ。フュージョン、1980年代の前半ですね。うん、ね、ナイトバーズでいかがでしょうかと。それから、ああこれね、富士宮市、静岡県、メタボナーしっぽ59歳さんは羽鳥さんが出てくるファンキーモンキーベイビーズのヒーローをリクエストします。ファンモン、ファンモンヒーロー、ね、ファンモン、ファンモンって一人抜けて二人で活動してるんですよ。一人で独立したか、今はもうお一人ですね。ファンモンはそうですね、あのファンキーな兄ちゃんはお坊さんかなんかの資格持ってたんだよね。あの、ね、DJ をされてる方はね、ちょっとちっちゃい人は、そうですそうです、はい、そうです。彼いるって話だったけどね。 いりますよいるんだ、失礼しました。ドキドキします。東京都のサッチさん、わらべのメダカの兄弟、メダカ兄弟って言うんですか、メダカの兄弟ですね。メダカの兄弟がってやつですね、うん、はい、バードといえばスズメなのでこの歌です。なるほど、うん、鳥といえば最近5時ぐらいになると近所のスーパー付近の電線にムクドリの大群が飛んできてチュンチュンとやかましいです。あのムクドリ、うちの近所もすごいですよ。交差点の電線にですね、はい、とんでもない数止まってますよね。みちっといる時ありますね。ところがね、ある日突然いなくなったんですよ、うん、どういうことなんだろう。夜間に誰か食べちゃったかな。そんなことないか、そんなことないでしょうけど、なんでなんですかね。はい、はい、あとはこれいくつかいただいているんですが、長野県佐久市のキャバクラ殿の13人さん、何じゃそれリクエスト曲は鎌倉殿に引っ掛けてるわけですね。そうです、キャバクラ殿の13人さん、ね、なかなかラジオで言いにくいラジオネームですねそれ。リクエスト曲、忍者服部くんのテーマソングお願いいたします。それから小次郎さんという柏市の方も忍者服部くん、これしかないでしょ。どうして、忍者服部くんですよ。ああそういうことか、はい、うん、いや私ね、シャカタクのナイトバーズには特別な思い出があるんですけど、あらそうなんだ、あれって歌詞なかったかな、ミストですね、
ですね、うん、いわゆるインストってやつですかね。そうですそうです。まあたまにはそういうのも行ってみるか、うん、本日のズームオンミュージックリクエスト、シャカタクナイトバーズ、はい、お届けいたしますのでね、エンディングまでお待ちください。さ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見まだまだお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間取り上げるのはこちらです。イタリアで極右政党が第一党に、揺れる EU の今。イタリア議会選挙で第一党になることが確実になったイタリアの同胞のメローニ党首は昨日の会見で、この選挙で我々が主導する政権の樹立が明確に支持されたと勝利を宣言しました。イタリアの議会選挙では右派政党を中心とする勢力が上下両院で過半数の議席を獲得し、 EU に批判的な右派政権が誕生する可能性が高まり、 EU 結束への悪影響が懸念されています。実はよくわかんないんですよ、このメローニさんという女性の党首が、はい、まあ、イタリアで、第一党になっただけじゃなくて、もう間違いなく、あれ組閣済んでるのかな、まあ、とりあえず首相に就任するんですよ、はい、でそれは、まあ、多分間違いないと思うんですが、でこのメローニさんという女性はですね、よく今回の選挙直前までの日本の報道を見ると、極右極右って言ってるわけですよ、うんうん、極右のっていう、はい、なんせかつてムッソリーニの信奉者だった、まあ、悪名高きというべきか、はい、やっぱり第二次大戦の、まあ、これはまあ戦勝国の理屈なんだけども、まあ、確かにファシストという言葉はもともとそのムソリニから由来しますからね、まあ、ドイツのヒットラー、イタリアのムソリニ、それからまあ日本では東条英機という名前が挙げられますけれども、まあこういう人たちはまあ少なくとも今の全世界的なものの見方でいうと、極右というよりまあファシストであって、はい、まあ民主主義自由主義の国の中で決して認められるべき存在ではないという、まあいやムッソリーニなんて筆頭みたいなもんじゃないですか。うん、ところがこのメローニという人は、15歳ぐらいでそのムッソリーニを称えるような発言をしてるんですよ。だけどね、15歳の時の発言だから、いまだにそのムッソリーニの信奉者みたいな言われ方するのはどうなのかな。最近の言動を聞くとですね、はい、むしろ自分の党の中で、そういう極右的なムッソリーニやヒトラーを称えるような言動に関してはむしろ厳しく取り締まるというような方向性なんで、だ本心は、まあ、見えないっちゃ見えないよ、はいはい、うん、まあ、言動で言うと例えば LGBT なんかに対してはかなりネガティブだし、はい、まあ、家族間も保守的といえば保守的だし、うん、でイタリアって伝統的にやっぱりカソリックで、カソリックっていうのはまあ、アメリカで最近ちょっとトランプ政権下で非常に問題になって、今でも、まあ、結構裁判等々起きてて大変なことになってますけども、社会的な発火点の一つになってますが、妊娠中絶問題なんていうのには、うん、まあ、もともとカソリックの教会は非常に慎重というか否定的というか、うん、はい、まあ、当然このイタリアの保守派と言われるこの人物はそっち方向の人なので、うん、はい、だけど極右というレッテルを貼るべき人なのかどうなのかっていうのはね、今最近のこのメローニさんという人の言動を聞く限りは、どうなんだろうな、もうちょっと客観的に見た方がいいんじゃないのっていう気はします。それよりもやっぱりね、はい、このいわゆるポピュリストっていう人たちって、こういうの大体世の中の不満みたいなものに押し上げられて、で今イタリアでどんな不満が起きてるかというと、まあ、アメリカもそうなんだけど、ヨーロッパ全部そうなんですが、極端な物価高でインフレで、国民生活大変なことになってると、はい、そうするとまあ国民の不満が高まってて、国民の不満が高まると今までやってきたことに対して否定的なことを言って、まあ、ポピュリズムとして、政権が誕生、ポピュリズムの政権が誕生するんだけど、その後うまくいくかっていうと、
過去の例で言うとあんまりうまくいかないんですよ。というのはですね、それ国民の欲求というのもかなりわがままで、物価を抑えて景気良くしろっていう話なんですよ。まあ、もっとちゃんと年金、もっと年金いっぱいくれとかみんな思うわけですよ。うん、イタリアってやっぱ日本に続くぐらい超高齢化社会で、うん、日本以上に年金ばらまきで、うん、で、イタリアっていうのは過去何回も財政危機を経験してますが、うん、そのたんびにですね、やっぱちょっと今みたいなばらまき続けてると国が持たないよねっていうのがあるんだけれども、日本もそうですけども政治家はそっち方向に舵を切ると政権を失って国民の人気もなくしますから、どうしたってばらまき続けようとするわけですよ。でイタリアも何年も前からこのままこのイタリアので、イタリアの年金ってすごくて、はい、現役時代の8割ぐらい出るんです。そうなんですか。はい、だけどじゃあ原資があるかっていうと、はい、日本の年金もそうなんだけど、うん、原資があるわけでもなくて、うん、おい、その金どっから持ってくんだよ。いや、あの、皆さん、64歳か、だからもともともうちょっと67ぐらいから年金支給にしないと、イタリアの年金持たないんじゃないのかっていうことで、何回も改革の動きはあるんだけども、もう政治家が選挙のたんびにいいこと言うもんだから、その改革ができずに、確かね、今64ぐらいから出てるはずなんだけど、64から現役時代の8割、日本並みの超高齢化社会で年金ばらまいて持つかっていうと、持たないんだけど、持たないとは言えないわけですよ。だから、あの、根本的な解決がないまんま、国民の人気だけで政権を取りました。じゃあ、持続可能な政権が今後維持できるのかっていうと、まあ、今回の選挙だけで簡単にこの国の混乱が収まるとは思えないよねって、もう一つ大きな問題があってですね、イタリアもそうだしフランスもそうだし実はドイツもそうなんだけど、こういう西側のかつて東西冷戦の時にソ連と対峙していた国ほどロシアに甘いんですよ。で今あのヨーロッパ圏内でロシアに対して徹底的に厳しいことを言い募ってる人たちって、旧ソ連に属して旧ソ連の支配下にあったような小さな国は今ものすごくロシアに厳しくて、絶対中途半端に戦争を終わらせたっていう圧力をかけるんだけども、まあドイツもそうだしフランスもそうだしイタリアもそうなんですけど、まあイタリアの今回のメローニさんという人は一応選挙中にはかなりロシアに対しては厳しいことを言ってるんだけど、単独政権は組めそうもないんですよ。3つぐらいの連立政権組まないといけないんだけど、うん、その連立政権組む他の政党の顔ぶれを見ると、やっぱりロシアにかなり融和的な勢力が政権を支えることになりそうで。うん、となると、今、まあ西側、まあ日本も含めた西側が対ロシア制裁で足並みを揃えてるんだけど、うん、その制裁の一角が崩れ始める可能性もある。そうなんですか。イタリアってなんか随分遠い国の出来事のように思いがちですが、はいはいはい、実は我々が直面している問題と相当密接に関わってくる問題なので、今後もこの話はちょっと引き続き解説をしていこうと考えております。注目ですね。ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、東京都墨田区のロックさん、飯能市の夏色ボタンさん、宇都宮市宇都宮のひょうたんつぎさん、お三方からのリクエストです。シャカタクナイトバーズ。1980年代、いわゆるフュージョン全盛期でありまして、はい、当時私が大阪読売テレビに80年に入社して、はい、82年の、あの、春ぐらいから始まった面白サンデーという、うん、日曜日の夜の10時半、はい、関西限定だから関西以外の人は全く知らないんですけど、うん、桂文珍さんと由紀沙織さんが司会してたんですが、はいはいはい、そこに私リポーターで出てたんですけど、その番組の2年目以降のオープニングテーマ曲が、このナイトバーズだったんですよ。そうなんです。いや、じゃあ懐かしい。だから、いや、シャカタクのナイトバーズを聞くとですね、うん、ああ、80年代前半、青春だなみたいな。なんかもう若かりし頃戻ってますよ、なんとなく。すいません。もう40年も前です。すごい昔。今もう杖ついて歩いてます。まあそうですね。間違いじゃない。さあ、この後日本放送なんですが、今日からスタートの新番組、古谷正幸 K トラックスをお送りいたします。様々な K-POP をご紹介していきますが、初回はブラックピンクを特集します。はい、そうです。で、明日の朝6時からは、飯田浩司の OK コージーアップ。コメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースは、安倍元総理大臣の国葬、それからアメリカと太平洋諸島、
諸国との首脳会議開催へなどお送りいたします。明日のこの番組は全国旅行支援にズームしていきますので、ゲストはもちろんあの方です。航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんお招きいたします。鳥海高太朗さん楽しみですね、はい、またきっとお得情報満載で来てくださるはずですから、ねうんうん詰めて詰めて話をしてみようと思います、はい、楽しみにしてください。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。